ラクスティ観光ツアー RE3M by Jill Jared ダレタイン、あーすいません。はい、のっけからね、ジルタレタレンっていうね、もうだ、あの、ちょっとよくわかんない、あの、新しい人物を生み出してしまったというところだったんですけれども、まあ、今回はですね、バイオハザード RE3 でラクーンシティ観光ツアー編をやっていきたいというふうに思っています。まあね、あの、まあ、いろいろとね、今回、これまでね、バイオス、RE4 とか RE2 とかっていうところでね、観光ツアーやってきたんですけれども、まあ今回もね、バリバリとやっていこうというふうに思っております。で、モードはですね、インフェルノではなくて、はい、もうアシスって、アサルトライフルが、へぇ。まあ、あの、のんびりとね、観光ツアーをやっていこうというところでございますんで、まあ早速なんで、前置きは、まあそこそこにですね、早速やっていこうかなというふうに思います。本日はですね、ただいま真夜中2時頃でございます。はい、2時過ぎでですね、はい、で、お供はですね、缶コーヒーということで、はい、もう眠るつもりのない感じでやっていこうかな、お届けしてまいろうかなというところでございます。はい。で、まあ、あの、例のごとくですね、あの、観光ツアーでございますんで、まあいろいろとね、省略するなんていうね、そんな不届き者みたいなことはしようというふうには思っておりませんので、まああの動画の最中でもベラベラ喋っているというところでございますが、こんなね、まあムービーなんかもね、あの本当に実写で撮っていただけるなんていうのも非常に、まあ、進んだ時代になったもんだななんて思ったりもするんですけれども、まあ、そんなことをベラベラ言いつつですね、まあ今回観光ツアーどんなふうにやっていこうかなと思うんですけども、まあやっぱり何よりもね、ウィー窓ガラスドーン、なんかあれだよね、ちょっと前にさ、あのほら、When the night has come、よ、変な帽子だな And the land is the... みたいななんかニュースがあったよね。そのなんか窓ガラスをボコボコ殴る、あの切れたおじさんが一定のリズムだったからっていろんなところでこうね、ムービーでジャカジャカいじられるみたいな、そんなこともあったりとかしたんですけども、皆さん記憶に新しいところでもないでしょうか。お乳をチューと吸ってね、そしてブチブチって刺したらね、まさかドクターマートコーキスね、はい、まあそしてその明るい未来が私たちを待っているんでございますなんてことも言ったりとかするんですけど、まあそんなことどうでもいいと、これあれなのかな、バイオ RE2 で出てきた宇宙車よって、あ、そうそう、その血管が太いとね、やっぱね、あの、お乳をね、お乳じゃねえや、あの、お注射で S をするのがすごいね、やっぱ便利っていうところがあるんですよね。僕も健康診断を受けた時に、うわ、お兄さん血管太いから注射さしやすいですわーって、なんかちょっと、あの、2週くらい年上の方に言われた。まあね、観光ツアーでね、まあテンション上げてバン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 やっていこうなんてことを言ったりとかしてるけど、まああの適度なテンションのね、あの上げ下げとかっていうのをしていかないと、やっぱりね、うん、なんだかんだ言ってね、ずーっと同じテンションの中でやったら、聞いてる方もしんどいわーってなるし、あの、喋ってる方もしんどいわーってなるんでね、ただいま、8月7日、それとも8時7分、今0807という文字が見えたんですけども、8月7日だったとしたら、全然今と関係ないだっぺってなるよね、うん。そして唐突に始まったまさかの FPS フリーパスのショーティング、そんなこと言わなくたって、あのこれをご覧になられている皆さんみんな分かってるっちゅうねんっていう話ですね。わあ、雨が吹き込んでくる、これ結構大変なんだよね、雨が吹き込むとね、うん、ということで締めておきましょう。お注射よ、でん、結構手あれだね、ごっつめだね、うん。でテレビも、いやー、向こう側に井戸が見える、来る、きっと来るね、絵とかいろいろ飾ったりとかね、ポストとか飾ってね、まあなんだかんだジルもさ、23歳だもんね、23って若えぜ、今思ったらもう30のおっさんになっちまったらよ、ということでここの、なんかお手手がチラッと見える、あれ、お手手、あの、で、なんかあのね、電気系と、これ98年の家なのかっていうところがまず疑問だよね。まあでもこのドラム缶じゃねえや、ブラウン缶のテレビはまあ98年なのかな、うん。で、これさ、あの、初めて見たときすげえ興奮して、やっばエローとかと思ったけど、よく見たら、あの、おへそがチラって見えてるってことは、これ普通にあれだね。ちゃんと服上着てんだね。脱げよ興奮、ってか、女の子の部屋なのにね、結構ね、まあ、あれだな、この女、タヌキに関して多分、だからこいつがメインで、この横にいるのはなんかカムフラージュになってんだろうな。うん。これとかね、こういうのとかね、よーく見ると、こっちが見えたりとかするんですけどね。まあ皆さんはね、どの女の子が、好みでしょうか。まあ、上でね、シャウトしてからね。そう、この間ね、ちょっと同僚の方とね、言ったんですけど、まあ昔シャウト系のね、やつをやってて、へぇーとかもうこんなレベルじゃないくらいのシャウトしてたけどね。で、意外と読書家っていうね。で、本なんかを見ていると、
やっぱり今ので喉痛めた完全にね、まあ、この警察署のね車とかもね窓ガラスのバリンとか割れながらとかやったら多分あれだよ R1 だあれだよねえっとね何だったっけななんかななえっと XXW226 とかねなんかそういうのがあったりとかするんですよね。はいでバイオ1の時の帽子があってとで、どこにでもあるカバンとでアンルル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 コンバートのはいというそんな感じでございますね。はいここがまあ23歳独身のね女の子が過ごしている部屋ということでまあしっかりとねここそうこういうブラトップとかねこういうねもうエロいっすよね。まあ残念ながら下あったこそそここういうブラトップとかねうんこういうのってやっぱパッドが入ってるもんですよね。まあ入ってなかったらねもう先っちょがねまああの車めおまめちゃんポチってこれはなんだろうな化粧保湿クリームなのかちょっとよくわからないものが仕込まれてるけどうんこっちみんなしで、お電話があって、どこかで撮った写真。これ写真なのか絵なのか。でも、あ、これなんかあれっぽいね。ルイジアナ州のさ、なんか猟奇殺人が起こったところですよね。いやー、意外といっぱいやるんすね。はい。で、こっちの方を進んでいくと、絵がいっぱいあって、本も立てかけていて、もうこれ出かける寸前なのかね。あ、窓に映らない。残念。ね、でこれもいっぱいドリンキングやってるってことですね。はい。まあいろいろとあったりとかするんですけど、まあこれで風でピューって。この写真なんかめちゃめちゃ、これ左の女の子とか誰なの？これ誰なんだろうね？ここに写ってる方々に関してはね。ワンワンいるけど、ちゃんとあれだね、スターズの写真なんか、いまいましいスターズのね、出来事があったにもかかわらず、ちゃんと写ってるって。あ、これあれじゃない？なんかこれ、なんか元彼とかかな？その下なんかそっか、これポインターとかがないから分かりづらいよね。そのスターズの横の写真で、なんか男と写ってるっぽいやつあるじゃないですか。あれ誰だろうね。うん、クリスではないことは間違いない。角刈りじゃないからね。その下なんかクレアっぽいけどね。うん。で、ここになんかいろいろとね、いるけどね。はい、こいつ、カンナ、カンナ。うん。ね、怒ってカンナつって言うやつですね。あとこれ誰だよ。うん。で、ウコンが仕込まれてて、で、なぜかここに拡大された写真。なんで同じ写真2枚も貼ってんのっていう話ですけどね。これは読めないと。あ、これプチッ。ポチッとなができない。はい。で、なぜかウイルスの写真を、マダニじゃね？うん。マダニに感染して亡くなられる方々もいるくらいだからね、本当に。まあ、定期的な掃除とかっていうのは非常に大事になってくるよね。髪でピッカー。で、これは何？い？豚？ソーセージ？で、デモストライキーっていう、ですね。いやー、いいっすね。なんか女性のこういう服とかってちょっとさ、その、スタイルがボヨーンって待って、なんだろうな、ストレートに出るからエロいよね。トリニティとかそうだったけどさ。で、まあ、いろいろと CD、こういうコンポとか家にあったわ。皆さん、まあ、多分これ言ったらもうあれだよね、わかる人とわかんない人で、多分その年代の差が分かれるけど、MD ってね、CD の次の MD って、それが全然流行らなかったっていうね。まあ、僕はめっちゃ MD 使ってたけどね、MD プレイヤーとか買ったりとかしたけどね。うん。They killed him。誹謗中傷のことっすね。はい。奴らが彼を殺したっていう。うん。誹謗中傷でどんどん訴えていく芸能人とかね、インフルエンサーとか増えていく、もうそうやってね、どんどん駆逐されていったらいいんだよって思うけどね。なんでこんなとこにビール、このあれだな、1ダースが、1ダースところじゃないの、24本のビールがこの中に仕込まれてたりとかするんですよね。うん。で、ガムテープがあって、だから引っ越しの準備をしている最中になるのかな、ここら辺は。どうなんだろうね。はい。で、もうカッピカピに固まったパン。そうなんですよ。パンもね、やっぱね、もう数時間でカッチカチになるから、食うなら早くした方がいいよっていうね、もう出来たてほやほやを食べるのがやっぱね、正しいっていうところですね。はい。で、冷めまくったコーヒーがあって、電気ケトルは1個でいいんじゃね？なんで向こうにもあんの？こっちにもあんだっていうの。で、これはなんだろうな。まあ、調理のあれなのかな？うん。で、台所。で、ムーンズドーナツ。ああ、この頃はやっぱまだまだ物価が安かったのかな？2002年にアメリカに行った時にはね、日本だと、ま、7000、8000くらいのレゴが、向こうだと39ドルとかで売ってたからね。うん。だから、ま、今、当時のレート115円くらいだったから、ま、4500円とかそんなもんですかね。うん。で、カエルがいっぱいあって、ん？この真ん中の写真とかね、なんかさっきの彼氏さんの髪型に似てるけど、果たして、あ、なんかさりげなくこれクリスじゃねっていう写真があるんやけど。うん。キス。まあね、ジロにキスされるんだったら本望ですよ。まあ、キスした瞬間になんかいろんなもんぶち込まれてた。なんでムーンドーナツ2つもある？うん。マクドのクーポンみたいな感じなのかな。で、ポーズハンバーガーズ。まあそうだね。で、ラクーンシティ。意外とあれだね。まあ地元愛が強いね。ラクーンシティって。うん。で、パイナッポピッツァ。パイナッポピッツァ。宇宙人のピザなのこれ。まあ、あれだね。お月様だからムーンズ。いや、そこはドーナツだと関係ないか。
で、夜間もあるし、なんか温める系の道具いっぱいあるの。まあ、夜間とまあ、電気ケトルはまあ、あってもいいかってとこですね。はい、じゃあ、こっち入っていきましょう。ということで、やってまいりました。見て見て、ほら、みんな。プルン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 。どこに注目してるかわかる？プルン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 こういうところにさ、ブラとか欲しなかったりするのかね。うん、こういうのあるよね、アメリカってね。ねえ、まあ、ほとんどね、アメリカの人たちってさ、湯船にあの風呂溜めて入るっていう習慣がないみたいですからね。はい。まあ、ということで、プル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 を堪能したところで、なぜこんなところにこいつがあるんだっていうところですよね。はい。よくわかんないよね。まあ、お手拭きタオルとバスタオルとね。で、ここからウーズがニュルンって出てきて、2005年に退勤するの98年。あ、ちょっと待って、なんかこっちやってたら勝手にこっちに戻ってきます。スシュールすぎるやろ。はい、じゃあ行きましょう。おー、水を止めましょう、ぼんぼり。あれ？お乳が出てきている。鼻から牛乳。あー、急に感染している。こんなの私じゃないわよ。こうなるくらいだったら、自分が自分で亡くなる前に、私は心から離れます。でん、いや、いつまでこんな健康な生活を過ごすんだろうな。筋トレをやってるのにね、もう不健康な生活をやってるって、もうなんかもう逆行して自分の時間をもったいないことにしちゃってるよね。いや、そんなことはないんだけどさ。さあ、皆さんはどんな汁がお好みでございましょうか。おはようございます。誰だよその男。おい、そこのちょびひげ男、誰？もううんざりって。おはようございます。9月28日かな。はい。9月28日現在ということで、はい、こちらカレンダーをご覧いただくと、あと3日で待ちともさよなら、バイバイ、エスケープって書いてあるね。で、いろんな写真があるけど、めっちゃ指紋あるな。過去の犯罪者たちの写真かな。で、暗いのでちょっとつけましょう。はい。で、これは、あ、ジェローズ・ラフォード。これはまあ、僕が初めて実況したところで、喋ってはいるので、あ、変わらずブラトップ。いや、こういうちょっとしたエロ要素っていうのがたまらん畜生っていうところですよね。うん。で、あ、ここら辺変わら、お、え？薬飲みすぎた。薬飲みすぎた。まあね、まあサプリメントの飲みすぎだったら多少はいいかもしれないけど、薬の飲みすぎはよく、あ、やばいね、やばいね、やばいね。操作がうまくいかないね。で、ここら辺は変わらず、あ、でもなんかライトの加減でちょっとエロさが変わっちゃってるってところですね。おめえのせいか！ピピ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 パッパッ。あ、さっきのお姉ちゃんだ。で、こっちは、街が慌ただしい。そうだよ、この、そうだよね、ちょっと出たタイミングでこんな事態になってるのに、何の装備もなく、あれだよね、いろいろなってるっていうのが、ちょっと何してんのっていう話だよね。調査メモンアンブレラ。で、街を実質的に支配。これやっぱゾンビか。ゾンビーズ。で、これは、あ、封のされてない手紙。で、誰だ？ああ、それ、なんだ、自分のやつだった。あ、一度読んだアーカイブは、そっか。え、ちょっと待って。無理。R2 と操作性って変わったんだっけ？なんか、スペースボタンを押したら、なんかね、おお、ピッツァ。そうなんだよな、ね。アメリカのピッツァでかいんすよね。アメリカのピッツァでかすぎて、ブラッドビッカーズなんだよね。はい。まあ、これを取って。で、サメサメのスープ飲んでね。で、さらにちょっと、カロリーやばくない？糖質脂質の塊にさ、スープ飲んでさ、シリアルも食ってって。もう、まあでも、それでさ、今から皆さんにお見せしますけどさ、ジルのこのスタイル保ってるって半端ねえよな。で、中に入ってんのが、ベーカリーブレッド。うん、パン。で、左が、エクレアっぽいやつに、その下が、なんかよくわかんないジュースだよね。アメリカのそのジュース系の飲み物って、すごい本当にもう、失礼ながら、ちょっとかなり毒々しい色になってるんだよね。で、ここは、ピコって、おい。さあ、果たして、私は、綺麗？はい、今回はこんな感じのスタイルでやっていきます。はい。まあ、バイオワンスタイルってところですね。あ、元気になってる。イェイ。まあ、もとも、僕個人はね、バイオワン、リメイクのバイオワンのモデルの、が好きだったりとかするんですけど、まあ、何回も見てるとね、このジルも全然悪くないなっていう気はしてきたよね。うん。で、何よりも、このジルの素晴らしいところが、後ろを振り向いてくれた時に、ちゃんとね、そう、浮き出るところが浮き出てるんですよ。
わかる？ほら。ほら、この線、肩のところ。これ今、なんか、線やってるんですけど、ここ、うまくやると、ほら、線。これ。これが大事、これを見ながら僕はプレイしてる。で、いつの間にか迫ってきているゾンビに全く気づかないままで、終わるという感じですね。はい。バカ。もうエッチューに。さあ、やっていきましょうか。で、今回、いろいろと観光ツアーを、まあ、この、ね、23歳、独身女子、巨乳、推定 H カップの女の子にやってもらおうかなというふうに思っているんですが、うん。ちょっとね、今まで試してみたことのなかった、まあ、いろいろとどんなことが起こるのかっていうこともやってみたいかなというふうに思っていますんで、とりあえず電話に出てみましょう。おい、ジル、大丈夫かーって。はい。ちょっと、手紙届いてるーって。ブラッド、あれまだあなた、手紙をよこして、さらにも電話するって、私にどんだけご出身なのかしらってことで、わかったわ、荷物をまとめて出ていくわ。荷物を。ダイナミック入店。はい。お待ちしておりました。しかもね、これさ、面白いのがさ、なぜか足元に銃がある。うえ、そして銃、あんな勢いで蹴られたのに銃を落とさないというね、素晴らしさだよね。でんて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 ん、叩きつける、踏みつけ、メガトンパンチ。あれ、踏みつけは命中率100だったよね。よいしょ、ほい、うえ。これちなみに恒例でやってたらいつか出てくるのかな。そうそう、こういうのをいろいろとね、試してみたかった。なんか時間制限があって、行けなかったら、あ、これめっちゃ走るやん。これ後ろ戻る。後ろ戻った瞬間に、ドアが、ベン。あ、なんか意外と優しい。優しめ。じゃあこっち行くと、ヒューン。なんだっけ、なんか物を投げる技あったよな。玉投げ。で、これを、よいしょー。ドガン。は、は。意外とお力持ちでございますね。で、ここスノー、え、じゃあショーデバウズで、あのモナリザいるじゃん。で、おいスノーダーツしようぜー。で、ここにいろいろとあって、あの炭素バーンってやってる暇とかないのかな。うん。で、ここで今ドンってなった。はい、来いよ。で、ニトベイナゾ？いや、スティーブ・ジョブズか。なんかそれっぽいね。で、ここに、人様の家入って何してんのって話だけどね。よう、よう、たまたま空いてたな。てか、こいつ、ジル以外の人たちみんな住民さんたちさ、避難してんじゃないの？か、おいおい、生体がさ、一人だけ逃げ遅れてるって相当、ダメじゃん。ねえ、一体何があって、どんだけ、だから薬飲みすぎたからなんだろうな、これな。薬中になっちまったかってところですね。で、ここで、わーって、あれ？嘘でしょ。あそこに、ケチャップまみれなのと、あと、絵の具まみれになってる赤い二人いるじゃないですか。ほんであそこからヒューバンって落ちてきているところなんですけど、見逃したね。観光ツアーであるまじきところですね。で、多分で、脱出するとあそこまっすぐピーって行くところになるんだろうね。はい、じゃあこっち行きましょう。ということで、はい、ぴょん。で、ここも、これはなんか工事しているのかな？うえー！降ってきたー！そして再び、メガトンパンチ。で、これは、なんかニュルニュルってなってるけど、これを、プチュって捕まると、このままにすると、あ、違うわ、勝手に切ってくれるのか。切り裂く！命中率。高め。あ、違う。急所に当たるか。で、こっち逃げていきます。で、これで、このまま燃えてると、戻れない。で、こっち行こうとすると、磯の野球じゃヘルメットやった。あ、じゃあ、合ってんじゃねえか。ヘルメットしようぜ。じゃあ、ヘルメットしようじゃねえで。野球しようぜ。だ。間違えた。で、ここにまあ、いろいろと、あ、全部揃ってんじゃん。グリーンハーブ、レッドハーブ、ブルーハーブ、全部揃ってんじゃん。ここ、よう閉まったな。で、あれ、ちょっと待って。さっきの、あれ違うところに出てきたの。あ、で、向こう側か。はい。ねえ、こんなにね、緊急車両がボンボン出てるのにね、全くもってあれなんですよね。ということで、あの、はしごを落とせなーい！出てきたー！いらっしゃいませー！まあ、ここでね、なんか、いろいろ、わざと死ぬっていうのはクソめんどくさいところにあるんで、まあ、一旦、バーン！メガトンパンチ、はじすぎやろって、はじし主義やろっていうね。さあ、仕方ないから、なんか武器を使いましょうって。こんなもの使わずになんかね、ちょっとやってればね。ということで、走る、掘れた、逃げる。
これ後ろ見れない、後ろ見れない、残念でした。アシャー トレッティーデッシュトー、こんなねもう家が大爆発を起こしてるぜっていう状態で果たしてどうなってるのかということで、全くもって、ストーリー的には進んでいないというところだったんですけれども、はい。まあね、一旦、いい感じで終わったというところでございますんで、なんかなぜかね、壁に張り付いた状態でね、壁ドンをした状態でね、終わりにしたいというふうに思います。ということで、こっから観光ツアー、楽しいのが始まっていきますんで、次回パート2以降もぜひお楽しみいただけたらというふうに思っております。ということでね、23歳独身、推定 H カップ美女がですね、お届けするラクーンシティ観光ツアー、ぜひ、お楽しみください。チャンネル登録ボタンもグッドボタンもよろしく。ではまたお会いしましょう。バイなら。